はい、ゾメパトラスの森です。今回は、ノーメンテナンスの庭を目指すっていうのはどうなんだっていう話をね、させていただきたいと思うんですけれども、今ね、撮影してるの2023年8月のお盆休みというところでね、ちょっと会社にはね、行ってないんでね、このまま格好でね、このまま撮影しているというふうな感じですね。たまにね、いつも撮影してるところなんですけどね、ここね、息子のね、このメモというかね、目標がこう貼ってあるんですけれどもね、夏休みにね、入ってね、夏休み入って、その初日にですね、やりたいこと何かあるかという話をしてですね、息子にね、長男と次男、三男にもね、言ったんですけどね、まあちょっとあんまり意味がね、三男の場合ちょっと分かってない部分もあるかもしれないんですけどね、まだね、あの人多分3歳なんですかね、あの人、ちょっと、彼は何歳ですか ?3 歳ですかちょっとね、すみません。で、その長男と次男がですね、夏休みの間にやりたいこと何かあるかいと。そのやりたいことがあるんだったら、夏休みの間に、もしね、やれるのであれば、我々の方でね、お父さんお母さんの方で手伝いもできるし、ね、なんかそういうことやってみようよ、みたいな話でね、初日にですね、書いたんですよ。バーっといろいろね、これやりたい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 。っていうのがこれですね。でほとんどね、クリアしました。まあ、8月の10ね、今日撮影してるの12日かな。8月の12日の時点でね、もう全部クリアしましたね。10個ぐらいあったのかな。全部ね、クリアしたというようなね、感じですね。っていうのがここに貼ってあるというお話からスタートしております。今回ですね、そんなこととはね、全然関係なくてですね、ノーメンテナンスのお庭はね、どういう風にしたらいいんだいというようなね、感じのお話をいたします。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということでね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、ノーメンテナンスのお庭というのは基本的にはね、もう存在しないという風になりますね。というのも、木や草っていうのはね、基本的には絶対伸びていくというようなね、感じになるんですよ。伸びていなければね、もうそれ枯れてるよという風な感じなんですよ。枯れてます。なんかね、たまにね、お客様からですね、伸びないように切ってくださいねっていう風に、言われる時があるんですけれども、伸びないように切ることはできないですよ。伸びてます。髪の毛もね、伸びないように切ってくださいねとはね、なかなか言わないのと同じでね、生きてればですね、基本的にはどん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 伸びていくし、どん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 ね、木とかは大きくなろうとしていくと、草はね、広がっていこうっていう風になってるんじゃないかなと思います。ですんでね、メンテナンスをですね、しなければ、要するに手を入れなければですね、どん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 もうなんかね、大変なことになっていくよというようなね、感じになります。ただ、まあやっぱりね、その伸びにくいものだったりとか、手入れが楽だよっていうのってね、まあまあある程度あるんじゃないかなと思います。その木の種類でも、大きくなるやつもあるし、小さいままのやつもあるし、あんまり切るところがないような木もあるし、木の切り方がデリケートな木もあれば、デリケートじゃなくてもうなんかたまにボーンって切っちゃえばいいんだよみたいな感じの木も存在します。だから自分がですね、どっちが好きか、どっちがやりやすいか、どれがやりやすいかっていうのを選んでいただいてやっていただくっていうのが多分ノーメンテナンスというのはないけれども、ノーメンテナンスに近しい感じなんじゃなかろうかというふうな感じですね。で、伸びにくいやつ、まあ例えばですね、伸びにくい種類のものとかだと、まあ何がありますか、ヤツデとかですか、青木とかかな。ああいうのとかはね、その広がってもいかないですし、その背も高くならないし、まあなんかね、伸びたとこトントントンみたいな感じで切ってあげればいいのかなっていう風な木だったりとかね、なんかそういうのもあるという風な感じですね。まあ今ので言うとね、その伸びにくいっていうのもあるし、プラスアルファね、手入れが楽、もう切るのもね、もうなんかなんとなくトントントンみたいなかな、なんとなくトントントンってね、なんかそういう感じでね、切れるっていうところもね、あったりしますんでね。ですんでね、まあ大きくなる前に切ってあげる、もしくはその大きくならない、そもそもね大きくならないやつにしてあげる。で、切るのもそんなにね、その気にしなくてもいい。だから松とかだとね、針葉樹系のやつはもうそうなんですけれども、切るとこ間違えちゃったらもう枝が出てこないよっていう風になっちゃいますんで、基本的にはね、そのデリケートなね、その手入れが必要な木っていうのよりは、まあね、そのお庭でね、あんまり手かけたくないよっていうことであればね、そういう木をこう選んであげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。あとはね、やっぱりその管理のコツとしてはですね、木はね、この小さく保っとくっていうのが一つ大事なことになるんじゃないかなと思います。大きくなる木であっても、小さいまま保つっていうのはできて、じゃあそれどういう風にすればいいかって言ったら、毎年切るだけっていう感じなんですよ。そしたらね、そこで大体ね、その保てると。
毎年切ってれば毎年そこでしかね、こう伸びないっていう風になりますんで、やっぱりね、何年も何年もやらないっていうから大変なことになっちゃうわけで、毎年毎年ちょっとだけやるっていう風な感じにしとけばですね、そんなにね、まあ難しくなるっていうことはないのかなと思います。あとはね、その、やっぱ植木屋さんとか庭師さんとかの YouTuber さんかなり増えてきたんで、手入れってこういう風にやるんですよっていう動画が結構ね、やっぱ出るんですけど、もう正直なところ言うとね、もう刈り込んどけばいいんですよ。もう刈り込みでこう刈り込む。もうそっからスタートになりますんで、基本なんですよ。だから、そっからね、一歩進んで、二歩進んで、この木の特徴ってこうなんで、この木のタイミングとしてはこういう風にやって、枝はこういう風に取るんですよがね、その先にあるんですよ。だから、もうわかんなければ、もうとりあえずね、もうなんか刈り込んどけばいいんですよ。もうなんか丸く。なんか丸く刈り込んどいてください。で、それで、うまくいって、毎年毎年それができるようになったら、今度じゃあ、もう一個先に進んで、刈り込まなくてもいいように、枝をこう取るっていうところで、いろいろね、その YouTuber さん出してる動画見ていただいて、こういう風にすると、全体的にね、綺麗に伸びたりとか、あとはね、木にダメージが少なかったりとか、伸びにくくなったりとかっていう風に、動画ね、出されてると思いますんでね。ですんでね、そこ、まあ、とにかく一番最初考えなきゃいけないのは小さく保つので、そのためには刈り込んであげればいいんだっていうところだけね、覚えておいていただければいい。まあもちろんね、それを手入れでね、間違ってるよっていう木もね、存在するんですよ、少なからず。でもね、基本のその動作になりますんでね、それやって枝が出ないっていう木の方が、その針葉樹はそうなっちゃう場合が多いんですけど、そうじゃない木の方が多いんでね、普通に刈り込んだとしても、枝がどん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 また出てくるよっていう木の方が多いんで、まあ基本はね、そういう風にしてあげれば、まあ手をね、あんまりかけずに済むのかな。っていう風に思います。でだんだんやってくるとね、刈り込む方がなんかめんどくさくないみたいなね感じになってくるんですよね。でそうするとね、この枝をこう少しずつ取ってあげた方が楽だよねみたいなね感じにだん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 なってくるという風になりますね。あとですね、そのコツとしてはね、草花とかつる、それがですね、こうやっぱこうね、なんか自由にね、あっちに行ったりこっちに行ったりみたいな風になるから、結構ね、大変になってくるんですよ、お手入れ自体が。だから、その範囲をね、こう決めてあげるっていうのが、一つ私はね、やりやすくなるんじゃないかなと思います。芝とかもね、なんかなんとなくこの芝からこっちになんかね、何もなくて、なんとなく野菜をここで育ててますみたいな感じじゃなくて、もう芝生はここまで、野菜はここまで。みたいな感じにやってるとかね。あと、つるバラとかもね、やっぱいっぱいね、こう伸ばして、もういっぱいなってた方がね、綺麗だよねっていうような感じの方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりね、そこも範囲を決めてね、もうこの中から出たら絶対切るんだ。この中でいっぱいお花が咲けばいいんだよっていう風に考えをしていただければ、もう管理もね、楽なんですよ。もうそれに乗っ取ってやるだけなんで。で自分の中でそういうマニュアル作っちゃうっていうような感じのイメージでね、やっていただければですね、結構ね、管理も楽になってくるのかなっていうふうに思いますね。そっからいい枝が出たから、それを残してね、なんとかかんとかみたいにしてるから、だん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 ね、ごちゃごちゃごちゃってなってきちゃうというふうな感じなんですよ。これはもうこれしかない。これはここしかない。植木鉢しか花は育てないとかね。そのバラとかもね、植木鉢に必ず入れとくとかね。そういうルールがね、少しずつあればですね、その中でやるっていう風にね、その考えがだんだんなってきますんでね。お庭がある程度こうなんかあってね、で、ね、全部こうなんかやろうみたいな風にするから大変になってくるというようなね、お話になります。だから、やっぱ木は小さく保つっていうルールと、まあ、刈り込んでいいんだ。っていうルールと、まあ、範囲は決めとくっていうのがね、必要になってくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、もう本当にね、その木のお手入れとかっていうのもほぼほぼやりたくないし、何もしたくないよっていうことであれば、庭がですね、汚く見えるっていうのは主にですね、今の時期特にそうなんですけど、やっぱ雑草ですね。雑草がね、たくさん生えてると、やっぱかなり汚く見えます。だから、もう木を何とかするっていうのは、とりあえずもう置いといて、そこにまあ行く前にとりあえず置いといて、草を何とかすれば木はちょっとだけ伸びてたとしても、木と木がこう干渉し合ってたとしても、そんなに汚く見えない。なんか自然風のお庭だねみたいな感じに見せるということもね、その草だけ綺麗にこう取られてればですね、なんとなくそういう風に見えることもできると。あとね、その草取りとかも背が高くなりがちなやつだけ取るっていう風なやり方にすればですね、かなりね、もう綺麗に保つことができるんですよ。じゃあ背が高いってどのくらいの高さなのって言ったら、多分靴より上に来てたらもうそれ背高いですね。靴より上に来てたら靴より上のズボンが汚れちゃう。だからそこぐらいの高さのやつはもう全部取っちゃう。もしくは買っちゃうっていうような感じにすればですね、それより低いやつは、まあなんかわざと生えてるのかな
みたいな風に見せるということもね、一応できないことはないという風になりますんで、大きくなりすぎる前、草が大きくなりすぎる前に、大きくなったやつはどん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 取ってあげると。いう風にすればね、かなり綺麗に育てると。育てるというかね、そのお庭がね、お庭がだんだんね、そういう風になってくるという風になりますね。まあ、だからね、少しずつね、これ書いたんですけど、自分でできる範囲でね、やっぱり毎月ね、少しずつ作業するというのがね、いいんじゃないかなと思います。木の手入れはね、やっぱ今やるとね、もう暑くて暑くてね、暑いんですよ。だからやらない方がいいです、はっきり言って。で、やっぱりね、普段やってる人でも、もうね、暑いんですよ。普段やってる人でも暑いのに、普段やってなくてね、お盆休みだ頑張ろうみたいな感じでね、やっちゃうとね、もう、えらい目に遭うという風なね、感じです。特にね、やっぱ最近とかね、こう何年かね、10年、20年ぐらいの間でね、かなりこう、やっぱ気温がね、平均的に上がってきてるっていうのがありますんでね。ですんでね、もう耐えられないと。いう人の方がね、普通多いんじゃないかなと思いますんでね。まあ今はね、もうちょっとね、日があんまり当たらないようなところの草刈りからまず始めてね。で、今日はなんかちょっと曇りだなって、ちょっとね、涼しそうだなっていう時に、背が高くなってる草だけザーッと取ってあげてね。まあそういう感じでね、やっぱ作業も分けてやってあげるというのが良くて、まあ自分でできるね、この少しずつ、毎月ね、できる範囲で少しずつやってあげると。で、そうするとね、ちょっとそのさっき言ってたそのバラがね、伸びすぎちゃって、こっちの方に行っちゃってるな、その枠の中から出ちゃったなっていう枝を1個2個3個切るっていうだけの作業だったら、暑くてもね、できます。でもそれやった後にね、やっぱ木も伸びてるな、ちょっと切りたいな、こっちの草花もね、少しちょっと手入れしたいな、裏の砂利のところの草生えてきちゃったな、みたいなね。そういう風になって、それをね、一日で一気にやるっていうのは、まあ、やらない方がいいんじゃないかなって私は思います。もちろんね、元気っていうことであればね、やっていただいてもいいのかなと思うんですけど、ただね、まあ無理やりね、その暑い中作業するっていうのもね、まあ私としてはどうなのかなっていう風に、思うことはね、結構ありますんでね。でしたらね、そういう風にね、少しずつ毎月ちょっとずつね、今月暑いからね、まあ草取りだけでなんとかしとこうと。来月涼しくなったらね、ちょっと伸びた木、ちょっとだけでも切っとこうかな、みたいな。ちょっとね、このね、バラだけちょっとやっとこうかなとかね。なんかそういう感じでやっていただければですね、ノーメンテナンスってことはないんですけれども、その、1年に1回の作業量よりは、やっぱりね、毎月少しずつ、毎月10分なりね、15分なりっていうところでやった方がね、全体的にはね、長く見てね、かなり綺麗にお庭を保つっていうことができるんじゃないかなと思いますんでね。まあ私は、そういうような感じでね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。まあとにかくね、メンテナンス、お手入れをしないお庭っていうのは、まあ基本的にはまあ無理だというふうなところから、少しずつだけでも、毎月ちょっとだけやる。まあこれがね、いいんじゃないかなと思います。で、今の時期、夏はですね、草が伸びてるから汚く見えるということが多いんで、草取りだけを。ちょっとだけやっていただければいいんじゃないかなと思います。ということでですね、本日はそんな感じのお話をしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。